一番いいところは日頃言えないことを言える最強の場所っていう90分の間だけでもね、日常を忘れて笑いが起きたりとか言えない。それを全部で YouTube でも言えないでしょ。ここでしか言えないですね。え、今言いました。なんか。え、でも佐藤さん、ちょっと追っかけてカメラあれですけど、どうですか、あの、はい、本番前のお気持ちというか。一緒です。変わらない。変わらない。緊張することないですか。緊張することがないんですね。これ別に台本いらないもん、思ったことしゃべるから。思ったことをうまくまとめられるかなってところじゃないですか。はい、まずうまくまとめられない人はこんな依頼来てる。そりゃそう。好きなこと喋ってるだけですけど、佐藤さんが好きなこと言ってるのに私相槌言ってるだけなんで。いやいや、ようやくしすぎです。そんなチャンネルで人気なんだよ。45万で仕事広がっていってますから。モーニング。佐藤崎さんは、僕は今VTR 出演です。お待たせいたしました、まもなく開演でございます。ちょっと明るめに言っちゃいました。噛みそうでした。これ何にアップするんですか。発表したんだけど。そうそうそう。去年はノースリーブやめたんですけど、今日はノースリーブにするんですか。違うか。いやいや、気合い。肌着。肌着。肌着じゃない。失礼な。全然言ってくださいね。お気に入りのピースなんて。間もなくです。間もなくドン。2時間たっぷりのライブでしたが、いかがでしたか。一緒でしたよ。一緒でした。すごいですね。すごいですね。2時間ですよ、2時間。
あんまりまだいけますね。いやいや、いけるでしょ。だいぶだいぶ、だいぶこっちを巻き入れてやってる。一つ一つに対してすごい丁寧に答えてくださるんですね。だってもちゃんと分かってくれた方がいいじゃないですか。そうですね、うん、で付属してこう話を教えてくださるので、で満足度高いじゃないですか、ね、いや、お客さん喜ばれるでしょうけど、袴田さんはね、カンペにはね巻き出てるけれどもどうしようって言って大変なやつ。いやいやいや、そんなことないです。カンペ見てないからね。あ、見てなかったですか。見てないです。私なんか早い段階で次っと出るんですけど、どうしようか、切るか切らないかみたいな。あと本当にネットじゃちょっと聞けないような話、いろいろ言えなかったでしょ。あれは言えない、あれ言っちゃダメでしょ。いやマジで、あやっぱりそういうことやっぱおっしゃるんだなって思いながら、俺は足をこうやって震わせながら聞いてます。あ、やっぱ言うんだなって。そういうことに限って意外とさらっと言いますよね。そうですね、さらっとね、ちょっとね、はい、さらっと言う。そんなやらしくは考えないですよね。マジですね。言っちゃいますけど、これ外出たら忘れなきゃいけないですよね。そうなんですよ。あ、一歩出た瞬間に記憶喪失する。この2時間の話から。そうですよね。何回笑い飛ぶんだっていうぐらい会場もすごい笑い声。あと2階席の奥まで入ってて、いましたね、で考えました。あれでも俺1階席だけかと思って。私もそう思いました。いやいや、2階で、これ今日やっぱ 50% で、ね、コロナで全国コロナ対策今回やってるんですけど、この、あの別に広げてたら売れてたと思いますし、やっぱお二人のすごい、やっぱもうファンがたくさんついてらっしゃるんだなっていうのをまじまじと経験しましたけど、本当に、ね、感動しましたね、うん、それはもうと思ってる、はい、2回まで入ってる。でもまたね、これから全国にお二人、札幌、大阪などもたくさん行ってあります。そうですね、まだご当地ネタを気合い入れて集中しよう。ちょっと今後、はい、ではちょっと今後お越しになる方だったり、今後検討されている方にちょっと最後にコメント、メッセージをちょっといただけると。そうですね、まあ、本当にね、ここでしか話せないことを話してるんでね。まあ皆さんね、時間あったらぜひご来場ください。そしてご来場いただく皆さんね、楽しみにしてください。後悔させませんので。あ、私もですか。はい、いろいろ私も今日舞台の上ですっごい笑いました。お腹痛くなるぐらい笑ったので、皆さんもそういう、こうライブ感を楽しめると思います。ぜひ会場に足を運んでいただけたら嬉しいです。そしてよかったらこのタオルもゲットしてください。お待ちしてます。あ、本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しいお話ありがとうございました。6,600円、安いと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったです。これからもYouTube 楽しみにしてます。ありがとうございました。今日はありがとうございました。頑張ってください。いつも見てます。ありがとうございます。今日もすごく楽しい話をさせていただきました。またね、聞きたかったことを佐藤さん自ら話していただいたので、個人的にはすごく満足しております。これからもお二人のことを応援しております。今日はありがとうございました。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わり、あの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還した。